かかってきなさい。俺の番だな。来なよ。やね、かかってきなよ。ぶっ飛ばしてやる。来なよ。なあ、天野じゃねえか。ああ、春日さん、よかった、また会えて。この人がお世話になった春日さんって人かい？そうだよ、この人が春日さん。春日さんにお礼を言いたかったんです。おばあちゃんも一命を取り留めて、こうして無事に退院できました。そうか、よかったな。なんでもこの子の無茶に付き合ってくれたとか、すまなかったね。いや、気にしないでくれ。元気に会えたならそれでよかったや。あんたみたいに粋な男もまだいるんだね。これは孫が世話になったお礼だよ。なんか悪いな。ありがたく受け取らせてもらうぜ。これからどっか行くのか？ええ、今日は復帰祝いということで
おばあちゃんの好きなところに連れて行ってあげようと思いまして。おばあちゃん、これからどこ行きたい？そうだね、温泉に入ってさっぱりしたいわね。温泉か、それならあっちかな。それじゃあ春日さん、僕たちはもう行きますね。本当にありがとうございました。おう、ちゃんとばあちゃん孝行してこいよ。はい。たく、本当に風呂の好きな一家だな。調子いいみたい。何見てんだよ。だってね、なんだ、しびるんじゃねえぞ。軽くひねってあげましょう。さてしてみる。俺の番。かかってこい。私の番。なめんなよ。俺の番だな。私の番だ。してみろ。さて、よし、行くぞ。助けてくれ。ん？何だ？助けてくれ。なんだあいつ。仕方ねえ、見ちまった以上なんか気になるし、助けてやるか。助けてくれ、誰か、誰か。おい、大丈夫か。今出してやるから、ちょっとおとなしくしてろ。死ぬかと思った。いや、助かったよ。ありがとな。あんたそこで何してたんだ。どうやったらあんな状況になるんだよ。別に俺は怪しいもんじゃないよ。ただのしがないホームレスさ。みんなからはしげさんって呼ばれてる。今はちょっと宝探しをしててな。宝探し？うん。あまり大きな声では言えねえんだがな、このゴミ山にはなかなかのお宝が眠ってんだよ。それを取ろうとしたらハマってしまってな。こんなゴミ山にお宝だと？とてもそんなもんあるようには見えねえが。確かに表面的にはただのゴミ山だ。だがお宝はその奥に眠ってんだよ。例えばこんなもんとかな。へえ、高そうな時計だな。これ一つで100万の代物だ。100万？なんでそんなもの捨ててあるんだよ。ここ本当は何なんだ。どうもこのゴミ捨て場はヤクザ連中が処分に困ったものを不法投棄してる場所みたいでよ。いろいろ掘り返してみたら、
思ったよりも儲かっちまってな。おいおい、大丈夫なのかそれ。見つかったらいろいろやばそうだ。心配いらねえよ。まだ一回も見られてないし、いらんもんだから捨ててるわけだし、文句言わないって。そうは言ってもな、あんたもこの下に埋まってるものに興味ないか。多分あんたのお気に召すものもあると思うぜ。いや、俺はやめておくぜ。そうか、捨ててあるものなんだから遠慮なんていらねえのにな。それなら今日の礼ってことで、俺が拾ったものを今度あんたに譲ってやるよ。そういえばあんた、名前はなんて言うんだ。俺は春日だ。んじゃ春日さん、楽しみに待ってろよ。そんじゃまたな。あいつ本当に大丈夫なのか。なんか気になるし、また後で様子を見に来るとするか。骨が折れそうだな。出してるね。夢を出してみる。私の番ですね。嫌がれ。ぶっ飛ばしてやる。してみる。行くぞ。やめんよ。まった本気でやってよ。俺の番。とっておき。勝てると思う。俺の番だな。行くぞ。さて。さて。よし、行くぞ。痛い目には私の番です。わかりませんよ。俺の番。私の番ね。俺の番だな。さて、してみろ。私の番です。あっち来い。よし、本気でやって。よし、さて、俺の番。私の番です。さて、よし、行くぞ。痛い目に合わせますよ。さて、俺の番ね。私の番です。私の番です。
て。さて。よし、行くぞ。俺の番。してみろ。私の番です。俺の番だな。私の番ね。痛い目に合わせますよ。きねえ。本気でやってる。さて、やるか。よし、行くぞ。私の番です。遊んでくんないかね。やめんなよ、避けられるから。楽勝です。任務完了。春日さん、特上寿司寄りは持ってきてくれたかの。すまん、今調達中で。もう少し待ってくれ。早めに頼むよ。遅いとナンシーがお作りになるかもしれんぞ。ああ、わかってるよ。おう。なあ、お前なんか大変にならないんじゃない？私の番ですね。舐めないでくれ。遊んでくんないか。俺の番。
かかってきなさい。よし、来てみろ。とっておき。俺の番だな。また強くなっちまったか。おい、あんた、この前の監督が全部ゲロったよ。え？もうすぐ記事になって、あんたへの風評被害も終わる。これで球界復帰できるな。よかったじゃねえか。いや、あれはやはり俺が悪いんだ。プロの選手にも戻るつもりはない。なんでそこまで意固地になるんだよ。確かに監督に指示されたのは事実だ。だがそれを断れず実行したのは俺自身だ。監督が何を言おうと、俺が実行しなければ事件は起こらなかった。野球ってのは神聖なものだ。俺は野球を裏切った。世間がどう言おうが、俺に野球をやる資格はない。花山という素晴らしい選手を潰してしまった俺なんかにな。おいおい、人を勝手に潰れたなんて言わないでくれよ。あ、花山相変わらずの頑固者だな、安西。花山、本当に申し訳ない。安西、俺はお前の大切な野球を奪って、どれだけお前が野球を好きか知ってるはずなのに、本当にすまなかった。だからさ、勝手に人を過去の人みたいに言うなよ。俺は潰れてもいねえし、お前に野球を奪われてなんかいねえぞ。確かにまだ痛いけどよ、俺は絶対にこの怪我治してまた球場に戻ってみせる。俺が治らねえとファンも悲しむし、大事な友達もずっと暗い顔したままになっちまうからな。花山、お前が戻るのか戻らないのか、それはお前が決めればいい。だが一つだけ覚えておいてくれ。俺は復帰したグラウンドにお前がいてほしいと思ってるってこと。花山、うじうじしてても償いにならないぜ。償いたいならプレーで償いよ。お前は野球選手なんだから。ほら顔を上げろよ、犯罪。気にすんなって。また野球やろうぜ。一緒にまた這い上がろう。なんでお前は俺なんかを許してくれるんだ。だって俺たち友達だろ。花山、ありがとう。最近涙腺が緩いぜ。
私の番ですね。俺の番。来てみろ。やめんなよ。叩きなめ。高さ、考え直してくださいよ。そうですよ、相手が悪すぎますって。うん、順平には悪いけど今回は。バカ野郎、てめえらそんなあっさり順平を見捨てられんのかよ。確かに今回の件はヤクザが乗った車に運悪く追突しまった順平の責任だ。だがよ、俺たちはパープルカイザーの仲間だろ。捕まった仲間を助けに行くのは当たり前だろうが。でも相手はヤクザですよ。下手したら俺らまで。